去年ですね、僕は前夜祭でラーメンのライトニングトークをしたんですけど、そしたらそのイメージが鮮烈すぎたのか、今年もライトニングトーク、ラーメンで応募するしかないかなと思って応募したんですけど、まあ、ある日、チャットを見てるとですね、こういうやり取りがされてたんですよ。前回の薬師の、一番偉い人の串井さんと、今回のユースケでは全力でラーメン LT を否定されてる感じだったんですけど、まあ、みんな技術よりラーメン大好きでしょってことで、今年もやりたいと思います。皆さん、この日吉はですね、僕7年ぐらい日吉住んでるんですけど、すごいラーメン天国で、もうラーメンには事欠かない場所です。ビットリーの日吉ラーメンで、ラーメンマップも公開してるんで、よかったなと見てみてください。で、日吉にあるラーメン屋は大体家系と呼ばれるもので、家系は、関東の人はよく知ってると思うんですけど、そうじゃない人たちもいると思うので、一応説明を書いておきますと、こんな感じです。はい、ウィキペディア参照してください。ということで、まあ、つまりこういうことで、すげえうまそう。実際食べても美味しい。ということでですね、ラーメンは僕らのソウルフードですよね。開発の源になってますよね。ラーメン食わずにデプロイなんかできるかよということで、僕らはラーメンが大好きであると。ここまでは去年のおさらいという感じですね。そんなラーメンと僕らが大好きなラーメンを、何か、OSS と組み合わせてプロジェクトにできないかということで考えてきました。タイトルはヤプシーアジアラーメンチャレンジと言います。勘のいい人は大体ちょっと気づいてきてると思うんですけど、ルールはこんな感じです。ラーメンを食べるラーメンOSS に貢献するもしくはその両方を行い、結果はツイッターか、フェイスブックなどに投稿する。そして次のチャレンジャーを3名指名する。そういうわけで、僕が一番最初にちょっと始めたいなと思います。ちょっと僕のタイムラインが見えてしまうんですけど、大丈夫ですよね。まず写真は今日食べた。ハッシュタグはヤプシーラーメン。3人指名するんですけど、最近ですね、僕会社同じなんですけど、マネージャーになってあんまりコード書いてないんじゃないかっていう猫隠さんとあとですね、最近去年のヤプシーを仕掛けた串井さんがですね、最近技術系のことやりたいって言ってるって、ちょっと小耳に挟んだので、ぜひお願いしたいなと思ったのと、最後一人はやっぱり、今年の仕掛け人のユースケなんじゃないかなと思いまして、こんな感じで、ちょっと、ですね、一応ラーメンチャレンジっていうすごいオリジナルの企画なんですけど、シーパンモジュールを上げるとか、シーパンモジュールにパッチを送るとか、あとパールドック JP って翻訳が集まってるところとかもあるんで、そういうところに翻訳を書いて送るっていうのもコード書かなくてもできるコミットだと思います。あと GitHub で一周送ったりとか、何ですか、もうスターつけるだけとかも、そういうのもすごい大沢にとってはですね、ありがたいことだと思うんで、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。で、僕も今日パッチを1個送りました。サビ見てもらうと分かると思うんですけど、ポットで1文字ちょっとこれいらないんじゃないかなっていうのがあったので、さっき送りました。ぜひ取り込まれるといいなと思います。以上でした。ありがとうございます。皆さん、気をつけてください。